第77回西日本インカレ大会の2日目、これからは女子 4×100m リレー決勝をお伝えしてまいります。まず2レーンです。志学館大学、大城、林、鈴木咲葉、鈴木虹葉の1走から4走です。3レーン、関西福祉大学、津村、後藤、谷本、鹿野の4選手。4レーンは大阪慶成大学、赤坂、武田、宮崎、そして黒田の4選手です。そして江南大学、左から野村、お金、倉重、そして青山です。ポーズ決まりました。続いて6レーンです。園田学園女子大学、1走から森本、足立、正、そして浅野です。森本から浅田への4選手、エースのマークが決まりました。そして7レーンです。地元です、福岡大学、左から1走から柴戸、前田、酒井、そして小島です。8レーンは中京大学、左から1走から前田、谷江、福本、そしてエースの森下です。シーマークが9度です。そしてポスト9レーン、関太平洋大学、左1走から崎村、清水、石戸、そして岩井です。以上、登場します8チームの選手紹介が行われました。こちらは江南大学です。3走を走ります倉重美優です。高校生から自己ベストを記録して、なかなかそれが超えられないというところもあるんですが、ここも大事な3走を任されて、どういったパフォーマンスを見せるでしょうか。そして1走の野村ルナ、2年生、110m ハードル戦ってというところ、ここはスタートダッシュをしっかり決めることができるかが流れをつかむポイントの一つでもあります。そして4走アンカーの青山花江です。競技者としてのポテンシャルも高いところ、倉重のスピードをしっかりバトンリレーもスムーズに受け取って、そして栄光のゴールを駆け抜けるかというところです。ご覧いただいているのは2走の岡根若菜です。野村から岡根、そして倉重へとバトンを渡っていきたいところ。柴藤凛、そして今2走の前田美優子と福岡大学の選手をご覧いただいております。3走、今4走の田島美春をご覧いただいております。柴藤、前田、柴藤は1年生、前田は2年生、そして3走の酒井と4走の田島が3年生というメンバー構成になっています。それではバトンを持ったスタート地点、各選手ご覧いただいております。5レーン、江南の野村、6レーンは森本、園田学園女子大学、7レーンは1年生の柴藤凛、8レーンは2年生の前田咲中京大学、そして9レーンは関太平洋大学1年生の崎村若菜です。
風向きはご覧の通り、ホームが追い風。発走地点に選手が続いて入っていきました。緊張の一瞬。5レーン江南、6レーン園田学園女子、そして7レーン福岡大学。今スタートしました女子 4×100m リレー決勝。互角のいいスタートをそれぞれ切っています。早くも2走にバトンが渡っていく。順調に渡っていきます。中京大学、そして福岡大学、そして園田学園女子。さあ江南はどうか。これから3走に渡っていきます。福岡大学2バトンリレー、そして園田学園女子、そのうちからは江南大学。3コーナーから4コーナーを迎えています。さあこれからいよいよ最終アンカーに渡っていきます。直線入ってきます。江南が先頭、江南の俺も先頭です。福岡大、そして外から中京大学も迫ってくるが、5レーン青山、江南大学振り切ってフィニッシュ。2着争い接戦となっています。福岡大学あたりでしょうか。江南大学が盤石のペース配分でレースを押し合いしました。タイムは45秒05。レースを終えた各選手の表情を捉えていますが、1走目の江南大学、1走目のノーブランナー、まあ、各選手それぞれ互角のいいスタートを切っていきましたが、しっかりスタートダッシュを決めていきました。結果なんですけれども、1位優勝は江南大学。今笑顔で各選手が集まっていたところです。1着優勝は江南大学、タイム45秒05。2着は福岡大学で45秒33、中京大学3位で同タイム45秒33というビジョンをご覧いただきました。決定しました。着地のタイムをご覧いただきました。では女子 400m リレー優勝、江南大学の皆さんです。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まず1走の野村さん、はい、どういう思いでスタートラインに立ちましたか。他の3人がとても速い方たちなので、私はとりあえず他の選手に離されないように、しっかり自分らしいスタートが切れるように精一杯頑張りました。優勝という結果どうですか。はい、私は44秒台のメンバーにまだ入れたことがないので、44秒を目指していたんですけど、あと少し足りなかったので、そこは悔しい気持ちがあるんですけど、この西日本インカレという舞台で優勝できたことは素直に嬉しいと感じています。2走の岡根さん、ご自身の走りについていかがですか。昨日のリレーから結構、調子はいいかなと思っていたので、今日の走りも結構、調子は良かったかなとは思うんですけど、バトンの部分で少し 2,3 走の部分失敗してしまったところが悔しいところです。ライバルへの意識っていうのはいかがでしたか。ライバルっていう、考えももちろんあったんですけど、それ以上に自分たちの、ベストをしっかりと尽くせるように、どんなメンバーでもどんな走順でも、しっかりとコンスタントに良い記録を狙っていけるようにというところを意識していました。では3走倉重さん、はい、あまり印象がない3走だったんですけど、はい、走ってみていかがですか。はい、やはり3走というところはカーブの局面で内側のレーンを走るというところもあるので、少し難しい部分はあったんですけれども、 200m のスタートもやはりカーブの内側を走るというところを思い出して、そこに少し絡めていきながら走れたので良かったかなとは思っています。タイムについてはいかがですか。はい、やはり45秒0台というところで、もう少しで44秒台に乗せられたというところを考えると、やはり 2,3 走のバトンのところ、そして私自身初めてだったので 3,4 走のところのバトンのところでも、やはりまだまだ課題点が残るところではあったので、ここからさらに44秒台というところがコンスタントに出せるようにしていきたいなと思っています。では最後アンカーの青山さん、はい、関西インカレでは走れなかった久々のリレーの決勝だったと思うんですけど、改めて優勝いかがですか。
去年に続いて優勝できてすごく嬉しいです。1から3走の後輩が頑張ってくれたので私も逃げ切らないとという気持ちで走り切りました。ひたひたのリレーはすごく楽しかったです。最後にチームを代表して、はい、今シーズンのリレーメンバー、まあ、あと日本インカレなど続きますけど、はい、目標をお願いします。はい、リレーメンバーがどのようになるかはちょっと目標として全カレまでは全くわからないですが、全カレに向けて一人一人が最高のコンディションで挑めるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。 400m 優勝湖南大学の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。優勝インタビューをご覧いただきました。では VTR で振り返っていきましょう。自分らしいスタートを切ったという野村から、調子がいいという振り返っていました岡田の相馬。そして 200m のスタートを絡めてリンクしていいスタートが、いい走りができたように、そんなことを語った倉重。そして逃げ切らないとという責務、しかし楽しかったという振り返った最後アンカーの青山。それぞれがこの戦いをリードしてゴールを駆け抜けていきました。